はい、皆さんこんばんは。まあ、こんにちはなのかもしれないですけど、その場合好きなんだか子供のロケ、著者の国分。申し訳ございません。今日は酔っ払い放送です。はい、俺もここにね、スイバスリーガルが置いてあって、で、酔っ払い放送なんですけど、完全に今ジャックされてますね、これね。僕のチャンネルなんですけど、なんかシアトルの先生と、それからカルカリの先生と、あとよくわからないおっちゃんが真ん中にいまして、なんかお酒を持ってアピールしてるんですけど、今日はあれでしたね、何があったんでしたっけ？北米の大会ですよね。カルガリーの畠山先生がメインでやってくださって。いや、本当楽しかったですよね。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。いや。いいですね、バンフってとこね。いや、もう本当皆さんに来てほしいですね。ああ、本当、知らなかったですよ、僕。バンフって言われて。知ってました？地名も知らなかった。え？バンフって場所知ってました？知ってましたよ。絶対嘘ですね、今の。ちょっと、ロレツがあんまり少ない。でも、あれですよね、ソロバン作りめっちゃ盛り上がってましたね。これは世界最高。世界最高、おー。明日が本番なんでね。明日がカルガリーでお祭りに行く。そう、これ多分放送してるのが、多分土曜の深夜とかに多分流さないと、俺、今日酔っ払い放送なんで、これ。じゃあ、ちょうどいいぐらいですね。ちょうどいいぐらいですね。そうです。明日間に合えばっていう感じですけど。一日中から午後の5時まで。でも本当人気ですよね、ソロバン作りね。そうですよね。シアトルとかでもやられたんですよね。もう3年連続やりまして、もう宮永さんに来ていただいて。3年連続15回目の甲子園みたいな。完全に職人化してましたよね。そう。買収ソロバンのシアトル営業所長。ああ、ここにていいんで。保護者さん言ってました。先生なんですかって言ってました、ね。アシスタントの方じゃん。そうですよね。じゃあ、おっちゃんの説明をしてないんですけど。ど真ん中に座ってるんで。拉致されたし。拉致されたし。左側の二人に、ちょっと右側の二人に、何かされそうな感じですけど。なんかメッセージを。なんかパック。メッセージ性がある。パック、ちょっと。ああ、ズームしましたけど。はい。パックラガー、なんとか。これ、どんなメッセージがあるんでしょうね。場所を開放してください。それ、ダメな放送やっちゃいました。これがカナダのブルワリーですね。ああ。地元のクラフトビール。クラフトビールですね。いや、いいですね。バラエティーパッション。いろんな味があるんで、もう。いや、いいですね。飲んだらうまい。せっかくだから開けましょうか。開けてください。ちょっとせっかくなんで。アルカイダの箱じゃない。YouTube からバンされちゃうかもしれないんで。いい音だ。いや、ちなみに右側にあるのミニメープルクッキーってこれ置いてありますけどね。メープルはやっぱり。で、ちなみにこの部屋メープルって言いますけど。出てきました。はい。ビールの宣伝になってますけど、完全に。それでシーバスリーガルありますけど。5種類3本ずつです。5種類3本ずつ。どうぞ、また。はい。IPA。IPA じゃない方がいいな。この部屋に先生何人いるんだって話ですね。はい、ロミカ先生です。はい、渡辺先生です。だから、理事長の手が出てきました。シアトルの、はい。シアトルじゃない。シアトルの服着てますけどね。はい。ということで、じゃあ皆さん、開けていただいて、あ、僕持ってないわ。一応出てきますけど、最近僕が出ないのがちょっと自分の中でブームになってるんで。はい、飲みますね。はい。では、すいません、このチャンネルで酔っ払い放送は2回目ぐらいですね。ワインです。ああ、すいません。ワインです。ワインなんです。すいません。やっぱさすが。やっぱカナダは違いますね。すいません。はい。カルガリーワイナリー。とりあえず、カルガリーワイナリー。全部カナダのワインにしました。はい。じゃあ、あげていいですか？はい。お疲れ様です。ありがとうございます。バイ。ここで人も見えないっていう。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。はい。カメラの上で。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いや、もう来ていただいてありがとうございました。いやいや、本当楽しい。楽しいですよね。本当に。全米支部の大会はこの時期にやってる。もう週は変わる、同じですよね。そう、だいたい8月の第2週目ですね。去年はどこでやったんですか？ロサンゼルスです。ロサンゼルス。あれ行きました？ロサンゼルスの大会。いや、夏。あれ揉めてる？夏。あれ？あ、じゃあ、来年の話しよう。一応、4月にも、安山大会ってのやってるんですよ。あれ、前、シアトルでしたっけ？ニューヨーク。それが、サンノゼ。サンノゼ、あちこちでやってますね。で、夏にもやってるんで、今日いろんなところでどこをどうやるかって話をしたんで、混乱してるんですよね。だから結構、
アメリカでもソロバン塾がいっぱいある。うんうん、そしてカナダは、カナダ支部の、カナダ支部長。支部長じゃないですけど。会員をたくさん一応なんかね、やってればいいなと。そうですよね、そうですよね。そのための宮永さん呼んだんで、もう、そうですね、脱返事で食い気味で OK 行くよって。そうですね。宮永おじちゃんです。うん、です高くついてますよ。全く自分の説明しないんで。いやいやいや、アップグレードされてしまいましたからね。そう。ビジネスクラスのアップグレードしてた。おぉ。本当したんですか？それ言っちゃダメ。いやいやいや、言っちゃいました。いや、やりました。やりました。どうでしたか、ビジネスクラスは。ああ、快適に飲んで、快適に寝ました。ですよね。やっぱマイルの使い方ですよ。ね、うん、うん、ま。任せてください、我々に。見えてないですけど、これ風です。後ろにマイル、なんとか隊がいますから。そうです、そうです。完璧現金購入ですもんね。そうだったんですね。いや、大丈夫ですよ、それぐらいやっても。ですね、やっぱりソロバン会儲けていかないとっていうのありますからね。いや宮永会長のおかげで。そうですね、はい。で、来年どこでやるかって話してないですね。うん、来年は全米大会は。サンディエゴ。サンディエゴ。なんでやねん。噛み合ってないじゃないですか。噛み合ってない。噛み合ってないです。結果どこだったんだっていう話。遠いんで。サンディエゴからちなみにロサンゼルスはどれくらいなんですか。どれくらいですか。なんで会長に聞いちゃったんだ。一番知らない人に聞いちゃった。一番知らない。車で2時間くらい。あ、車で2時間でも行けるんですね。じゃあロスから入っても別に。頑張れば行ける。頑張れば行けるっていう。とりあえず行けます。迎えに来てくださるそうなので。いや、そんなこと言ってない。そんなこと言ってないですね。僕前行った時はあれですよ。ロサンゼルスで結構大会が多いので、ロサンゼルスから入って、アナハイムで、選手団が来て、日本の選手団が来て、あの子たちの結構スケジュールがね、アナハイムの、あれに合わせてますよね。大谷選手見て。おー、いいですね。じゃあそのチャンスも来年あると。と思います。アナハイムで多分全交流会、多分アナハイム。おー。大体そうですよね。野球ですか。野球は、まあ、また別に。そうですね。日程は何日でしたっけ ?8 月の15日。2020年、8月。2020年。これは多分決定で多分間違いない。8月15日が大会全米、僕たち、全米大会。先生、生徒たちの大会で16日が交流会。いや、もう2大イベントが。日本から来た選手も全然参加できるっていう感じで。と思います。おー、はい。皆さん開けといてくださいね、今からね。ね、どれくらい参加しても大丈夫なんですかね。いや、もう、たくさん。100人来ていただいても。おー。いや、心強いですね。選手団より多かったら面白い可能性ありますよ。選手団30人なんですよ、全種類。あ、それ決まってるんです、ね、大体30人。うん、え、その、全種類の全米施設団みたいな聞くことは聞くんですけど、どんなことをやってるかって僕よく知らなくて、普段どんな感じで進めていくんですかね。そろばんの大会。ご存知なんですか。その間にそろばんの大会でありましたっけ。めっちゃ笑ってるじゃないですか。ぐちゃぐちゃじゃないですか。あれですよね、サンディエゴの、毎年サンディエゴの小学校に行って、そろばんの授業を現地の小学校でして、そして8月なのに、もう学校が始まってるっていう。サンディエゴしか空いてないんですよ、ね、サンディエゴは特別なんです。始まってるんですよ。もう始まってる。8月15とかね、もう早いですね。はいはい、仕事でやっぱ全然違う感じなんですね。でも来年はね、東京のオリンピックあるから、はいはい、もう終わってますよ。終わってますよ、その時期は。あ、パラリンピックをやってるぐらい。あ、パラリンピック、はい、やってますね。8月15日終わってた。15終わってると思います。7月の半ばですもんね。7月の半ばから始まって、8月のなんかそのなんか、うん、多分最初の週には、うんうん、多分2週間ぐらいで終わっちゃいますよ、東京オリンピック。うん、本当に。そうそうそう。それから行けばいいですよ、皆さん。安心してください。楽しんでから、また、海外に。もう完璧じゃないですか。いやいや、よかった。日程決まって。そうですよね。だから選手団は、要するに、はい、ロスに入って、まあ、アナハイムで、うん、その、日曜日に大会やって、その後、終わってましたね。ディズニーランド。あと、あとです。いや、ディズニーは絶対に入れてもらで、もちろんね、職員さん来ますもんね、全種連から、うん、ね、添乗員さんとして職員さんが来られて、うん、一緒にまあ、うん、お子さんの面倒を見る、プラス、うん、先生たちも3、4人、うん、そうですね。あ、結構来られるんですね。そんなに大規模なんですね。団長さんが来られて、毎年団長さんって変わって、うん、違いますよね。全種連の。どこかの団長さん。あ、それどこから、支部長っていうわけじゃないですかね。前までは今のあれですよね、理事長さんが理事長だった。ああ、そういう感じの。
平上理事長ですか、今だと。平上さん。あ、平上さん。平上先生。お会いしたことないんですけど、勝手にすいません、喋っちゃって。もう、このチャンネル勝手に喋りますからね。っていう感じの、ね、方が、絶対、まあ、先生方が数人来られて、天井医さんとして、あの、全種連の事務局員さんですね。そう。そう結構、やっぱり、2種連はないんですかね。だって海外選手団連れてね、どっか行くってね。そうですね、なんかあちこちやりたいですね、うん、ちょっとね。海外行かないんじゃないですか、2種連は。どうなんですかね。あれ結構いいところ突っ込んできましたね。どうなんですか、宮永会長、2種連と全種連。2種連と全種連、名前が違います。確かに、確かに。そう、全国と日本と。そうですね、確かにね、そうですよね。じゃ日本は海外に行かないですね。全国は全国だ。わかりづらい。まあそんな感じですね。今10分ぐらい経ったんですけれども、なんかあれどんな感じで普段自分たちの教室のちょっと宣伝していただいてもよろしいですか。ちょっとシアトルの佐野先生から。はい。シアトルは多分皆さんご存知ですよね。はい、マリナーズの。まあ、元々っていうか前はマリナーズに一郎選手がいたり、まあ今。菊池選手がいるっていうところ で、ね、まあ、あまり成績良くないんですけども、うん、そこからそうですよ、車に東で15分、20分ぐらい走ったところのベルビューっていう町で、ソロバン塾を、8年前からですけども、あ、一緒だ、8年前、うん、一緒です、8年前の8月8日が、うわすごい、パチパチの日、パチパチの日、パチパチの日に、そして8年前、それで今年、誰も映ってないですけど、我々一般社団法人の日本国際ソロバン協会が、8月8日に昨日まあこれちょっと当時ですけどね、撮ってる日があれなので、ということで法人化しました、ね、誕生日一緒ですね、そう、登記日が8月8日、おお、じゃあ畠山先生もそういうことで考えなかったですね、何も考えてないですか、いやいや僕はもう単純に移民が永住権が取れて会社の登記が自分でできるってなったその日にしましたけど、あ、単純にじゃあ何月何日とか特にない、覚えてないですね。ああ、なるほど。でも同じ、あ、じゃ佐野先生のちょっと後かな。あ、じゃあ同じぐらいなんですね。と思います。2011年。はい。僕が支部長さんのロサンゼルスの支部長さんの矢吹先生を紹介していただいたときに、はい、7、8年前の全米大会ロスかなんかでやってるときに、僕が行ってご挨拶して、そこにいらっしゃいましたもんね。あ、そういう感じなんですね。そこで初めて、いろんなその大会で今日来たみたいな。あ、いや、これがあってね、カナダのバフの大会ができたっていうことですね。うん、そうです。皆さんがやりたいって言ってくれたので、そうですね、自分の生徒そんなに出ないっていう。いやいや、でもいっぱいいましたよね。一緒にカルガリーのメンバーとして、うちのソロバン塾の生徒もカルガリーになってましたから今日ちょっとレンタル遺跡でいいですね、そういう制度もいいですよね、うちが勝ったみたいな感じになって畠山先生とかもうちの、ね、塾に来てもらったりとか、ね、そうそうそう、結構そういうのがいいですよね、楽しいですね、交流をね少しずつやっぱ、ね、していかないと、そうです、じゃあ最後にどこの国かよくわからないどちらのソロバン塾ですか、私はね、はい、日本代表。日本代表。播州代表。あ、播州代表。播州ソロバン教室。播州ソロバン教室。そうです。ソロバン教えていらっしゃって何年目ぐらいですか？明治42年。42年めっちゃベテランですね。そうですね。今110年目行ってますから、ね。110年すごいすごい、どこまで本当か、どこまで本当じゃないか分からなくなって。これみんな全て本当です。おお、すごいですよ。カナダ今152年ぐらいしかないですからね。そうですね。おお、国の歴史といい勝負。そうそう。カナダ。あんまり変わらないですね。今回バンフへね、なぜ来たかって言ったら、この隣のね、畑間になってますね。畑耕してる人みたいですね。ね、去年と今年の4月かな、はい、シアトルで桜祭りで、ぜひ来てくれ、来てくれって言って、バンフへね、はい、来ましたよ。シアトルで参加させていただいて、佐野先生はお祭り、2日間の、ね、お祭りで、宮永さん呼んで、僕は1日しかないんですけど、うちの場合はそのうちの教室に出てほしかったんですよ、大会が。で、大会に出てください、でも絶対うちボロボロに負けると思ってたんで、まあ他のね、もうシアトルとかニューヨークとかサンフランシスコ、サンノゼのね、生徒さんが強いから、うちは本当最後は笑って帰ろうってことで、もう最後はもうマイソロ版作りをして楽しく帰るっていうのを僕が企画して、ちょうど明日が日系のカルガリーでのお祭りで、
多分来場者数も結構5000人とか多分超えるぐらいだって聞いたんですけど、まあそこにあの呼びたくて、それをパッケージで、なので明日も佐野先生があのアシスタントとして、そうめちゃくちゃあのめちゃくちゃもう職人な感じがするので、ぜひぜひですね、明日って言いたいところですけど、多分放送してるのが多分あの明日なので、そしてあの来年のイベントもあるんですか？来年はサンデーゴなんで、サンデーゴでジャパンフェスティバルくっつけます？でも結局あの取材あのね、そうですね、施設担当の方か、だからソロバン作りはできますよね、きっと。私ですか？できるということでよろしいでしょうか？私は日本のソロバン学習の良さと播州ソロバンの素晴らしさを、うん、全世界に伝えたいというそういう使命にすごい伝わりました今、はい、うん、顔がみんな粉になってましたということで今あっちゃこっちゃ言ってます。いや本当すごいですよね、呼ばれてね言ってますけど、ね、はい、ね、お金かかってます、ね、ビジネス取ってますから、ね、はい、ということで、まあ、15分ぐらいやりましたので、はい、これまたあの続きが見たい方はそろばん革命軍にお入りくださいということで、裏情報がいろいろねあのご覧になりますので、はい、皆さんチャンネル登録など引き続きどうぞよろしくお願いします。ということで皆さん、乾杯！乾杯！はーい！ということで、はい、お疲れ様でーす！ありがとうございます！はい、さようなら！皆さん、バイバーイ！